はい、スイチャンネルのシュウです、今日はですね、夜勤明けでお腹が空いたので、一心軒、担々麺を食べて帰りたいと思います。場所はですね、3号線の榎木田2丁目南の交差点かな、北九州方面向かってね、そちらの、道路沿いになります。左側ですね。営業時間がですね、お昼までで夕方になるとも閉まっちゃうんで、ちょっとね時間かけられるんですけど、今ね見ての通りね並んでます。結構ね人気があって、味がすごい美味しいわけじゃないんだけど、独特のね、担々麺なんでどうも癖になる味ですね。とりあえずね食べてきてレポしますんで、はい、それでは一心軒食べてきます。はい、ごちそうさんです。久しぶり食べたんでね、美味しかったです。なんていうかな、癖になる味なんですよね。すんごいなんかコクがあってとかいう感じじゃなくて、まあ、独特のね、担々麺でね、油ギトギト、もうね、ほぼね、男性客ばかりなんですけど、見ての通りね、お客さんが途切れず、お昼の時間帯はね、営業されております。僕はね、今日は焼き飯セット700円に替え玉、100円で、合計800円ですね。お腹はかなりいっぱいになるので、まあお得かなと思います。まあね、担々麺なんでね、ごま油の風味と、肉、乗ってますけどね。ここの担々麺はね、なんかちょっと違うですよね。中国の方が作ってるんで、本場の味なのかもしれません。もう一度繰り返しますね。場所は榎木田2丁目南の、3号線ですね。北九州方面左側、近くに山田電機とかねありますんで、すぐわかると思います。営業時間も写真の通りね、載せてますんで、早めに閉まったりもするので、食べたい方はねお昼に来られると確実かと思います。まあ、独特の味なんで好き嫌い分かれると思います。女性はちょっと苦手な人多いかな、男性は結構好きな人いると思いますんで、油とね、炭水化物とね、塩とね、たっぷりですんで、好きな方はぜひ一回ね、いらしてみてください。自分は昔ね、営業の仕事してた時にここにね、お昼ご飯よく食べてたんで、馴染みのある店です。はい、もう何ヶ月ぶりかな、食べたの。美味しかったですよ。はい、以上、シューチャンネルからでした。どうも。